柳瀬宏文君。はいえー 日本紙の金谷瀬博文でございます防衛関連企業へのサイバー攻撃対策およびです、ね、防衛省の情報管理について何点か質問させていただきたいと思います。本年3月10日にです、ね、私の委員会で三菱電機へのサイバー攻撃問題についてお聞かせをいただきました。防衛装備庁はその時にですねまに安全保障上の影響については精査中であるという答弁でありました。その後、防衛省が研究を進めているこの高速滑空ミサイル、 の性能に関する情報が、三菱電機側から漏えいした疑いが強いという報道がされています。 います防衛装備庁が試作品の発注先を入札で決めるのに先立ち、三菱電機を含む複数の防衛産業に貸し出した性能要求事項がサイバー攻撃で漏えいした可能性が高いというふうにされているわけですけれども、まずです、ね、この高速滑空ミサイルの性能に関する情報が、三菱電機側から漏えいした事実があるのかどうなのか、また三菱電機のです、ね、調査状況は現在どうなっているのか、この点についてお伺いをしたいと思います。 武田防衛装備長,長官お答えいたします三菱電機に対する不正アクセス事案につきましては、企業側において流出した可能性のある情報が記録されたデータファイルを精査していたところ、防衛省の装備品にかかる研究施策の入札に関する情報で、総合評価落札方式の評価基準や、 研究施策を行う装備品に対する性能等の要求事項に関する注意情報が含まれていたことが判明しております。この事業や概要については、これを公表した場合には、この情報のさらなる拡散を誘発することも考えられることから、お答えを差し控えさせていただいているところでございます。現在、三菱電機と防衛省におきまして、 流出した可能性のある情報、約2万件、重複等を含めると約9万件でございますが、この情報を引き続き調査をしているところでございます柳瀬博文君。 まあこの高速滑空ミサイルのですね情報が漏れたのかどうかというのは、これはそれを言うことによって、公表することによって、さらなるダメージを負うことになるということから公表できないということですよね、で私、最初にですねこれ、レクの時も感じたんですけれども、であるならば、なぜこの高速滑空ミサイルの性能に関する情報が漏れた可能性が高いという情報が漏れたのかと。 いうことが、<laughs> そこがあの不審に思うわけですね、これ、メディア、新聞、朝日新聞でありますけれども、朝日新聞には、このお同社から漏えいした疑いが強いことが分かったということが書かれているわけであります。これはやっぱり、防衛省から、何かしらの情報が漏れたんではないかということが懸念されるわけでありますけれども、この点についてはいかがでしょうか。武田防衛装備長,長官 おお答えいいたたしししままますす報道につきてては私も承知をいたしておりますその装備品の名称がどうして出たのか、部内から出たのか、会社側から出たのか、私どもとしては承知しておりませんが、いずれにいたしましても、この装備品に関する情報について、 公表した場合には、さらなる拡散を誘発することも考えられるため、答えを差し控えさせていただきたいと思います長瀬弘文君。はい、えー、ですので、まあ、この,あのメディアのですね情報が、えー、正解なのか、間違っているのかというのは分かりませんけれども、まあ、こういった話がですねあの外に漏れ出ている、そしてそれがどうして漏れ出たのか分からないということが、ですねまずその防衛省の情報管理のあり方を、ですねもう一度これは見直していただきたいなということを、これをまず申し上げたいというふうに思います。えー、そして でですね、これ、例えば NEC がサイバー攻撃を受けた件は、中国のハッカーグループが関与して、国家ぐるみの疑いがあるということが言われておりました、そこで,です、ね、今回の三菱電機の件に関しては、防衛省として攻撃元を把握しているのか、また今回の件の安全保障上の影響、これはその後、どのように考えるように至ったのかということについてお伺いしたいと思います。武田防衛装備長,長官 お答えいたします今回の三菱電機に対する不正アクセス事案につきましては、三菱電機の中国拠点のサーバーが攻撃を受け、同社のネットワークに侵入されたものと承知をいたしております。攻撃元に関する事柄について把握しているのかというご質問につきましては、 我が国の我が法の手の内を明かすということにつながることからお答えは差し控えさせていただきたいと思いますまた安全保障上の影響についてでございますけれどもこの研究施策を行う装備品の装備品につきましては研究開発の各段階におきまして運用者と研究開発担当者との間で直接議論を交わして 性能等を決定していく方法により進めております。これは運用実証型研究と申し上げておりまして、一般的な研究とは異なるやり方で進めておるところでございます。従いまして、この性能等の要求事項につきましては、今後、具体化され、変わりうるものでございます。また、先ほども申し上げたように、 現在、三菱電機側と防衛省において流出した可能性のある情報約2万件を引き続き精査しておるところでございまして、こうした状況も踏まえて、引き続き安全保障上の影響について精査をしてまいりたいと考えております。 ここでちょっと大事にお伺いしたいんですが、ちょっと質問を飛ばすんですけれども、えー、まあ攻撃元については、えー、ま把握できているのかできてないのかは、ちょっとよく分かりませんでした、えー、攻撃元把握できてたら、それは素晴らしいというふうに思うんですが、えー、これ、えー、安全保障上の影響についても、ですね今もよくわからんというお話がございました、でこれ、結局、ファイルが膨大だということはよくわかるんですけれども、これ、発覚したのは去年の6月なんですね。 で今年の6月になりまして、も7月になろうとしているわけです、つまり1年間かかっているわけですね、えーまあ、この重要事項がです、ねえー、漏れ出ているかどうかもいまだにわからない、えー、そして攻撃元もよくわからない。 このような状況で,です、ね、1年間やってきて、いまだにです、ね、これ安全保障上の影響があるかどうか分からないという答弁となっているわけですけれども、なぜここまで時間がかかるのかということとです、ね、このような状況であるということに対して、どのような認識をお持ちなのかということを大臣にお伺いしたいと思います河野防衛大臣。あの今回三菱電機の 社内のネットワークの中で、えー、不審な動きを探知したということで、この三菱電機の社内ネットワークにつながっているパソコンが25万台近くあるという報告を受けておりますが、それらすべてについて、この外部との不正な通信が行われていたかどうかというのを調査をした。 また、この外部との不審な通信があったと分かった端末について、そこからどういう情報が流出したのか、流出した可能性があるのか、そういう調査を行ったということで、防衛省に報告を受けております。あの今回の攻撃は これどこまで言っていいのか分かりませんがかなりその従来の検知の手法ではなかなか検知ができないつまりその従来の,その監視あるいはこの外からのアクセスの監視や検知をすり抜けて入ってくるかなりその巧妙な手法であったために気が付くのが遅れた。 あるいはだからこそこの調査を慎重にやらなければいけなかったということで、ある程度の時間がかかる、まあ、ある程度時間をかけて徹底的に調べたということなんだろうというふうに考えております。あのそういう意味で、えーまあ、しっかり調査をした上でえで、ー、都度報告が上がってきているということでございます。あの防衛省ととしして三菱電機しっかり 協力をしながらですね、全容解明と再発防止に努めていきたいというふうに思っておりますが、このサイバーの分野が、新領域と言われている、そういう分野になっているわけでございますから、防衛省としてもこのサイバー部隊、しっかりと拡充をし、レベルを上げていかなければならないと思っておりますし、関係する防衛産業とそこは足並みを揃えて、 やはり、この防護の技術というものを高めていく必要があるというふうに思っております。あの、サイバーの分野について、えー、防衛省として、人材育成を含め、できる限りのことをやっていかなければいけない。そういう時代になっている、認識をしていきたいと思います。柳瀬博文君。ありがとうございます。あの、丁寧な、の、ご答弁ありがとうございました。えー、ですね。そうですね。あの。 この、まあ、再発防止をしていかなければいけないということだと思います、ですので、まああの、この手口はどんどん巧妙化していく、さらにです、ね、あの今回のような件があると、まあ、25万台ということ、今、大臣おっしゃいましたけれども、まさに膨大な労力をかけてです、ねえー、どこに攻撃があって、何の情報が漏れたのかということを知るだけで、今、1年間かかっているということであります。ですから、えーまあ、この再発防止をしっかりとやっていくということが大事だというふうに思うんですけれども、まあ、その上で,です、ねえー、これ、そもそも三菱電機がです、ね 今回リ、リースの中で、今回流出した可能性のある情報について、防衛省の指定した注意情報であり、当該情報は貸与された紙のまま保管すべきでしたということを書いてあるわけですね。で、お伺いしたいんですけど、三菱電機との契約で、当該情報、どのような取り扱いをすることとなっていたのか、この点についてお伺いしたいと思います武田防衛装備庁長,長官。 お答えいたします、えー、三菱電機から流出した可能性のある情報の貸し出しに際しては、その取り扱いにあたって保全を徹底する旨の情報セキュリティに関する誓約書を同社から提出させているところでございます。この誓約書におきましては、あ保護すべき情報が漏洩等をしないよう保全を徹底すること、必要最小限のものへの必要な限度での協覧をすること。 保全の状況に関する検査を受け入れること、漏えい等発生時、またはその疑い、恐れがあった場合の速やかな報告といったことを取り決めているところでございます柳瀬弘文君。えーまあ、その誓約書を取っているんだということで、保全を徹底するという約束をです、ね、交わしているということなんですけれども、であるならば、まあ、今回の案件を受けてです、ね、三菱電機は何らかの処分を受けるであったりとか、な何らかの罰則を払うといったことに至るのでしょうか。 武田防衛装備長,長官お答えいたします先ほど申し上げたように、現在、まだ三菱電機側と防衛省におきまして、情報について確認をしておるところでございまして、そうした調査が今後、取りまとめられ、 た、えー、後に、同社に対する不正薬事案の全容がまあ明らかになるということでございますので、そうした段階で、えー、検討し、判断をしてまいりたいと考えております。 長瀬裕文君、はいえー、まだ精査中であるということなんですけれども、もし今のようなですねあの情報が、まあ、注意情報でありますけれども、漏れ出てたということが明らかになった場合でも、ですね、えー、あまりその効果のあるう、まあ、制裁というか、まあ、処分というか、まあ、そういったあのことをですね課すことはできないというふうに、私は聞きをんでいるわけであります。ですから、ここはですねあのしっかりとその誓約書の実効性を担保するために、その部分をしっかりと強化をしていただきたい、えー、見直しをしていただきたいということ、これを申し上げておきたいす。 たいいいとうに思いますそれからです、ね、これ、情報の流出の可能性があった場合に、今先ほど大臣も答弁されていらっしゃいましたけれども、速やかに報告されるようになっているんだということでありますけれども、これ、即時報告の義務付けということになっているのかどうなのか、この点についてお伺いしたいと思います武田防衛装備長長官。 お答えいたします企業に秘密等の情報を取り扱わせる場合には、当該企業との契約に付す特約条項に基づきまして、これらの情報を保護させているところでございます。その特約の中には、秘密等の情報の漏洩などの保全事故、恐れ等のある場合を含みますが、こうした事故が発生した場合における迅速な防衛省の報告義務を定めておるところでございます。 柳瀬文君この特約条項を見ますとです、ね、速やかにその詳細を報告しなければいけないということは書いてあるんですけれども、今回の事案であればです、ね、6月にこの三菱電機が不審な動きのを察知して、防衛省に対しては8月の報告だったということなんですけれども、これは速やかに報告ということに当たるのかどうか、お伺いしたいと思います。武田防衛装備長,長官 お答えいたします、えーまあ、企業側においてもお、そうした情報を察知し、えー、確認する作業を行っていたとお承知いたしております。えーまあ、私どもに報告があったああまでのお期間において、えー、企業側においては、そうした精査を進めていたということで承知をいたしております。永瀬文君これ速やかじゃないいと思いますよあの経済産業省あの まあ三菱電機さんはですねまあいろんなあの分野にまたがってこの製造をしてまして、防衛管理企業だという位置づけだけではなくて、重要インフラも作っているわけですね。 所管する経済産業省には、6月にあって、8月に防衛省にあった、だけれどもその翌年の1月にですねこれ、報告があったということなんですね、極めて遅い報告だったというふうに聞いておりまして、まあ、経済産業省もですね簡単に起こっておるということは聞いているわけですけれども、あのそういった意味では、この速やかに報告というのが、いつからいつまでが速やかなんだと。 こううい基準がこれ明確ではないわけですねですから、この特約条項も、ですねこの速やかにということは入っているんですけれども、じゃあ、何が速やかなのかというのはよくわからないということですので、この 特約条項もです、ね、しっかりこれ精査をしていただきたいというふうに思います。そしてもう一つ重要なことは、先ほど申し上げたんですけれども、経済産業省はですね、所管する経済産業省は、その次の年の1月に報告があったんですね。ですから、その間知らなかったんです、このサイバー攻撃を受けたということをですね。ですから、本来であれば、6月に、まあ、8月に防衛省がこの報告を受けた、その時にですね、まあ、各所に対してこれ、展開をしていくということが必要だったんではないか、また内閣府にサイバーセキュリティのですね、 まあ司令塔があるわけですから、そこに報告をして、そこから各所に展開をするということが必要だったんではないかというふうに思いますけれども、こういった情報の共有について、見解を伺いたいと思います武田防衛装備長長官。お答えいたします。えー、まあ今般、防衛省が指定した秘密等の情報を取り扱う、防衛関連企業に対する一連の不正アクセス事案が正規したことを踏まえまして、 再発防止策の一環として防衛関連企業から秘密等の情報に係る不正アクセス事案が報告された場合における防衛省内及び内閣官房のリスクを含む関係省庁等との間の速報体制等をより万全なものとするためのルールの改正を行ったところでございます防衛省といたしましては引き続き不正アクセス事案が生じた際の政府内における適切な連絡情報共有に努めてまいりたいと考えております 柳瀬博文、はい、ぜひ情報共有をお願いしたいと思います、最後にですね大臣にあのちょっと質問、半分しかできなかったんですけれども、えー、このサイバー防衛隊を拡充していって、サイバー防衛部隊にするんだという話がございました、これ、反撃能力を持つ人員の育成をするんだということがありますけれども、こういったですね、えー、まあ、あのー、 まコンテストを開催するということも聞いておりますこの高度な人材を確保するということは極めて重要だというふうに思いますけれどもこの件についてのお伺いをしたいと思います河野防衛大臣 ははいに関しましまててやりり人材ののの確保ととうのがこれは最大の要点だと思っておりますあの防衛省内で、えー、人材の教育もやらなければいけませんし、えー、外からそういう人材を取ってくるということもこれは積極的にやらなければいけませんのであのコンテストなどを開いてそういう人材を発掘をするあるいは 官民の交流をしっかりやっていく、あるいは優秀な人間を一度、大学などのコンピューターサイエンスの部門に送り戻して教育をしてもらう、またあの、時間並みの給与まで払えるようにルールを作っていただきましたので、そうしたことを踏まえながら、この人材の獲得、育成、しっかりやってまいりたいと思います柳瀬文、はいえー、時間きましたので終わります。